眠れるラジオ、褒めてほしいのコーナー。こんなに頑張ってるのに誰も褒めてくれないなとか、褒めてほしいけど人に言うほどでもないかなとか、まあ、そんな出来事を送ってください。僕があなたのこと最大限褒めさせていただきます。では、早速最初のお便りいきましょう。神奈川県お住まいのラジオネームぽっちゃりデブさん。私はバドミントン部に所属している中学生です。実は先日の部活に引退をした先輩が来てくれ、その先輩と対決したらまさかの勝ちました。先輩がまだいた時代は一番下手だったのに、先輩に勝ったことを褒めてほしいです。お願いします。もうこれはもう日々のね、努力の結果が実ったっていうことですよね。あ、先輩がまだいた時代は一番下手だったんだ。まあ、毎回こういう話するとするけど、僕はでもバレーボール部で一番弱かったんですけど、最初から一番下手で最後まで一番下手でしたね。ね。やっぱそれに比べるとやっぱだいぶ頑張ったんだなっていうね。すごいなと思います。はい。ありがとうございます。これからも頑張ってね。はい。バドミントン。はい。ありがとうございます。では次のお便りいきましょう。東京都お住まいのラジオネーム栗きんとんさん。ガスケツさんこんばんは。いつも動画見て寝落ちしてます。ここ最近舌の奥歯がズキズキと痛むので今日歯医者に行ってきました。虫歯だと思っていたのですが、どうやらその真上あたりにある横向きに生えてきてしまった親知らずが原因であると判明。生えてきた方向的にもその日のうちにパパッと済ませられる程度のものだったので軽い気持ちで抜いてきました。抜いた時は麻酔もあって全然痛くなかったのですが、今になって抜いた親知らずがあった場所も、もともと痛かった奥歯もズキズキと痛み、苦しい夜を迎えています。明日は朝から予定があるので早く寝なきゃいけないため、ガスケツさんのラジオの助けを借りながらこの痛みと戦い寝たいと思います。そんな頑張って寝る私をどうか褒めてください。多分このお便りが読まれるのはこの痛みを引いた後になると思うので、来週反対側の親知らずを抜いた時の苦しい夜も含めて褒めていただきたいです。長々と失礼しました。これからもガスケツさんを応援しております。はい、ありがとうございます。僕はまだね、親知らず抜いたことないから、それがどれだけ苦しいのか分かんないんだけど、ただ僕昔歯の矯正をしていて、中学生ぐらいの時に、でその時にレントゲン毎回撮ってたんだけど、親知らずがあるっぽいこと言われてたのよ。まだ生えてきてないけど、まだちょっとこう埋まってるね下に、みたいなこと言われてて、だからもうちょっとしたら生えてくんのかな、わかんないんだけど、ただやっぱすごい怖いのはさ、歯の矯正ですらすげえ痛かったのね。歯に針金つけてさ、動かすわけじゃん。で最初慣れるうちすごい痛いのよ、歯の矯正って。で最初のうちとかさ、本当に柔らかい針金を使ってね動かしてくんだけど、それなのにめちゃめちゃ痛いのよ。でその歯が痛いのに、なんかその時の家で出た夕食がなんか美味しいお肉で、なんかもう切れ散らかしたもんね俺その時。まだ覚えてる。なんだよ、なんだ 俺がこんな歯痛い時に美味しいの出すのみたいな感じで、なんかめちゃめちゃ切れ散らかした記憶があるぐらいね。めっちゃ歯が痛いんだけど。でもさ、多分あれでしょ、親知らずってそれを上回るわけよね。どうしたらいいの。マジで怖いんだけど、こっからまた苦しい、栗きんとんさんがその過ごしたその苦しい夜がやってくると思ったら怖いね。やだー、ちょっと怖いね。いや、よくぞよくぞ耐えました、ね、強い、やはり強いです、栗きんとんさん、あなたは強い、ありがとうございます。では次のお便りでございます。東京都お住まいのラジオネームハイボール大好きさん。ガスケツさんこんばんは。いつも寝る前に楽しく拝聴しております。私には好きな人がいました。よく一緒にお酒を飲む仲間の一人です。その人には気持ちを伝えていましたが、イエスノーの返事はもらえないまま2週間ほどが経過していました。
そんなある日、いつもと同じようにみんなで飲んでいた時、仲間の一人がお店にいた女の子をナンパして一緒に飲み始めました。最初は可愛くてノリのいい子だなくらいにしか思っていませんでしたが、いつの間にかその女の子は私の好きな人の隣に座っていて、ずっと手をつないだり彼の肩にもたれかかったりしていました。彼もまんざらではないような様子でした。最終的に彼はその女の子を持ち帰ったようでした。私はその状況を目の前で見て本当に辛くて、すぐにでも帰りたい気持ちになりましたが、他のみんなが楽しく飲んでる雰囲気を壊したくなかったので、ずっと笑顔で楽しくしているよう精一杯振る舞いました。目の前で失恋したけど頑張って最後まで耐えた私をどうか褒めてください。よろしくお願いします。よくぞ耐えました。いやでも、いやしんどいだろうしさ、まあそりゃ絶対しんどいだろうしさ、なんかよく一緒にお酒を飲む仲間の一人で告られてる人がさいるのに、そういうことするやつどうなの。なんかまあ脳の返事してんだったらまださいいけど、なんか泳がせといて、そんなね。まあでもその程度の男だったんですよ結局は。でその状態でね、こうニコニコね、しながら普通にお酒飲んでる、その強さ、ハイボール大好きさんのその真の強さみたいなのにこう惚れるいい男性がきっと現れます。大丈夫です、明るく生きていきましょうね。ありがとうございます。はい、では次のお便りいきます。千葉県お住まいのラジオネームチョコミントさん。就職してから8ヶ月、専門学生の頃2日に1回は遅刻していた遅刻魔が8ヶ月間1日も遅刻せず休みもせず仕事に行っています。誰も褒めてくれないのではなく、社会人では当たり前なことですが、遅刻魔だった私がこんな長い間遅刻も休みもせず通えているのに日々驚いています。明日も仕事、眠れるラジオを聞いてしっかり寝て完璧なパフォーマンスで仕事に挑みたいと思います。知ってる？みんな、目覚まし時計ってね、あんま体に良くないらしいよ。知ってた？まあでも、まあ我々はね、そうやって帝国にちゃんと出勤してっていうのをしなきゃいけないからね、まあ仕方ないんだけど、体に悪いらしいよ、目覚まし時計。だからその自然界で言うと、こう寝てる時に肉食動物に襲われたみたいな、感じらしい。そう、すごいストレスをかけ、負荷かけて起きる方法なんだよ、目覚まし時計って。だからね、みんなね、なんか普通にこう毎朝アラームかけてセットして毎朝起きてる人みんなすごいんだよ。実は無理してるんだよみんな実はすごいんですよ。だからもう僕はもう会社に所属しなくなってから目覚ましをかけなくなりましたね。もう自然に起きる生活を送ってるから、もうみんなすごいなって思う。もう僕は無理だなと思った。もう目覚ましかけて毎朝起きる生活もう無理だなと思ったもうだからすごい、頑張ってるよね。はいはい、お便りありがとうございました。そんでもって最後のお便りですかね今日。熊本県お住まいのラジオネーム〇〇なみさん。こんばんは。いつも寝る前にガスケツさんのイケボを耳に入れることで快眠につながっています。ありがとうございます。私は社会人3年目の美容師です。夢だった仕事についてとても嬉しいのですが、夢と現実のギャップに毎日ついていくのが必死です。キラキラした毎日にキラキラした毎日を想像していたのですが、美容師という仕事は人に求められてなんぼの仕事なので、毎日お客様に求められるような人になれるよう考え行動していて、考えすぎているせいかストレスを溜め込んでしまいます。何より美容師でありながら話すのが苦手で本当に悩んでいます。ガスケツさんのラジオを聞いているといつも明るく楽しくお便りに答えていて、すごいな、いいなって思ってます。私もそんな風に人に元気を与えられるような人になれるよう頑張るので、ぜひお褒めの言葉をいただきたいです。あれ、日本語おかしいですね。頑張るので応援の言葉が欲しいです。コーナーの趣旨とずれてしまってすみません。
今日もまたガスケツさんの声で眠りにつかせていただきます。おやすみなさい。僕会社員時代に通ってた美容室があって、ただその通勤途中にあったから通ってただけで、もう今は行かなくなっちゃったんですけど、そこの美容室何が僕気に入ってたかって、なんか店員さんがあんまり話しかけてこない上に、なんかみんなネクラっぽくて良かったんですよね。僕なんか美容師さんって怖いから、なんかあんま話したくないんですよね、僕はね。でしかもさ、僕の好きな漫画とかも結構置いてあって、読みたい漫画とかも結構置いてあって、で僕はもうそこに行ったら、もうずっと噛み切られながらね、タラレバ娘をひたすら読んでたんですけど、あ、タラレバ娘面白いなって、だから僕個人としては喋ってこない美容師さんすごい嬉しいですけどね、ありがたいですけどね。まあでもあれじゃないですか、あんまり肩肘張らずにね、まあ、ありのままでいいんじゃないですか。なんかその方が意外とね、人間魅力的だったりしますよ。まあまあね、そんな感じですかね。はい、ありがとうございます。これからもね、頑張ってくださいね。うん、きっと大丈夫っす。はい、頑張ってください。はい、ということで、褒めてほしいのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。ガスケツの眠れるラジオ。眠れない皆さん、こんばんは。そしておやすみなさい。おやすみ前エンターテインメント、ガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで眠れた方、ぜひ明日も僕のラジオで寝落ちしてみてください。よろしくお願いいたします。お腹痛い、お腹痛い。さっきさ、ちょっと辛いラーメン食べたの。もうなんかね、すぐお腹下す。あー、いていったー。なんか菓子パンとかもさ、なんか毎朝僕菓子パンとコーヒーって決まってるんですけど、朝ご飯は全部食べれないの、菓子パン。なんかね、半分ぐらい食べるともういいやってなっちゃうんだよね。いや、本当にもうここ数ヶ月のうちにそうなっちゃった。まだ20代なんだけどね、こうどんどんなんか老化してってるよね。ごめん、ちょっとお腹痛い。ちょっとトイレ行ってくる。おすまん。まあやっぱりあれだよね、こうやって急にトイレとか行けるっていうのは、なんかこう個人ラジオのいいとこだよね。はい、ということでね、いやー、お腹痛い。なんかさ、もう俺辛いもの好きなんだよね。でももう最近絶対腹下す、でも好き、なんか DV 彼氏から逃げられない女の子みたいな感じになっちゃってる。本当にそんな感じ。はい、そんなこんなで、1月いっぱいめっちゃ忙しいんで、ラジオ日曜日だけかもなんて言ってたんですけど、なんかぽっかりね、今日やるはずだった仕事がね、ちょっとバラシになっちゃったんで、あ、じゃあラジオ撮ろうみたいなね、感じで今録音してますけれども、前回のコメント欄を読んでいく。はい、ドルプーくん、マルカノンさん、前回僕のコメントに一押し二押しのコメントで推しを教えてというコメントをしてくださった皆さん、ありがとうございます。遅れましたが、一押し二押しについては来週発表します。すみません、コメント待ってます。かっこ気になる人はよかったら高評価お願いします。なーに、グッドボタン稼ぎしてるんだよ、おいおい、ドルプーくん。ちなみにこのドルプーくんっていうのはね、僕の視聴者の小学6年生の男の子で、僕がですね、先々週に、
ガスケツは一押しではなく二押しになりがちだみたいな話をしてね、そしたらあのドルプー君がね、ガスケツさんは三押しですっていうわけで、ドルプー君はなんか本当にこう、僕はドルプー君にとって僕は一押しなんじゃないかとね、こう思ってたものですから、こうショックを受けたっていうくだりが先週あって、それに対してですね、でしかもその後に言いたいことがあるんですけど、あるものにはまってしまい4押しになってしまいましたっていう、まあ、コメントがね、あるんです、書いてあるんですよね。まあいいよ、まあ別に誰でもいいんだけど、お兄さんはショックですよ、ドルプー君なあしかもこれね、グッと12個も来てるし、もうたくよまあ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 いいでしょう、まあまあ、まあ、楽しみにしてますよね、このコメント欄で書いてくれるのかな。はい、ありがとうございます。次、ポポさん、コロスケ見てみたけどガスケツさん少し誇張してたなりよ。コロスケさん本当に大変申し訳ございませんマジ誇張してた俺。先週のトークテーマはですね、僕がキテレツ大百科を見ていたらコロスケがサイコパスすぎてキレるっていう回なんですけど、横目で見てたからなんか解釈違いがあったのかなマジか、あ、本当すみません。はい、ちょっとコロスケさんにかなり迷惑をかけてしまった、ちょっともう一回見てみますはい、ありがとうございますはい、キョンスマイルさん、1を超えて0押しです、かっこ意味わかんないこと言ってすみません。でこのキョンスマイルさんがですね、小学3年生と5年生の兄弟だったかな確か。はい、ドルプーくん、僕ドルプーくん推しだったけど、もうキョンスマイルさん推しになっちゃうなこれはなね、はいね、こうやって小学生をこう操っていくという、はい、ありがとうございました。その他にもですね、ロヒネカさん、ミセス羊さん、カピバラパンダさん、名前はまだないさん、ユースさん、もちもちさん、ポニュさん、島袋さん、レイレイさん、北場さん、俊太郎さん、ユピテル君さん、丸い丸目さん、松本さん、 YN さん、カズミンさん、しぐれさん、ラムさん、池町さん、クラムボンさん、バナナナナナさん、ノンキウカさん、上腕二頭筋さん、ナナナササミさん、また名が多い人出たな、ナカッチさん、坂道46さん、チャンヒロさん、パンナコッタさん、アリーマレイさんかな、島田さん、トモさん、サービス大好き、サービス大好きさん、サービス大好きさん、デオキシスコーンさん、空飛ぶスラープフィッシュさん、はいさん、コメントありがとうございました。増えてきたね、コメントがいっぱいになってきたね、最近増えてきたね、なんか再生数もね、まあありがたいことにどんどん増えてきてまして、まあなんか YouTube ってその登録者の数で多分そのインプレッションっていうそのサムネとタイトルがおすすめとかに表示される数ね、多分変わるな、5000人超えたタイミングと3万人超えたタイミングで変わるな。うん。ね、YouTube やっててなかなか再生数伸びないよっていう方ね、多分そのタイミングで変わるはずなんで、ちょっとそこまで頑張って。はい、ありがとうございました。番組ではあなたのお便りをお待ちしております。お便りはですね、概要欄の方に貼ってある。お便りフォームから送ってください。はい、募集しているコーナーに関しましても、そちらの中にですね記載ありますので、そちら読んで、送っていただければなと思います。はい、それではしばらくヒーリング音楽の方をお聴きください。
まあね、嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃうよね。いや、わかる。うん、嫌になっちゃう。生きてるだけでお金かかるの嫌になっちゃうよね。ね。なんか、生まれながらにしてさ、罪を背負わされてる感じするよね。嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃうと思う。うん、嫌になっちゃうよね。うん、自炊の後にさ、こうご飯食べ終わってさ、ちゃんとこうお皿洗わないといけないの嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃう。なんね、食洗機買えばいいのかな。嫌になっちゃうよね。加湿器に水入れなきゃいけないの嫌になっちゃうよね。めんどくさいよね。もうちょっとなんか空気最初から潤っててくれよって思うよね。嫌になっちゃうよね。お風呂入るときにさ、バスタブ洗わなきゃいけないの嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃうね。そもそもなんかお風呂入んないといけないこの体も嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃう。嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃうのよ。美味しいご飯に限ってカロリー高いの嫌になっちゃうよね。何なんだろうね、あれね。なんかあってもいいよね。なんかそのすっげえ美味しくて最高なんだけどカロリーの低いさ食べ物あってもよくない？なんでないんだろうね。嫌になっちゃうね。ね。まあまあ、でもまあ中にはね、セロリが大好きですとかそういう人もいるから、まあ僕だけなのかもしれないけど、まあ嫌になっちゃうね。僕の好きなもの大体高カロリーなんでね、嫌になっちゃうよね。あと食べ物の好み全部子供っぽいのも嫌になっちゃうね。好きな食べ物はって聞かれたら、なんかラーメン、お肉とかね、もうピザとか唐揚げとかね、嫌になっちゃうね。いつまでこれなんだろうっていうね、嫌になっちゃうね。部屋掃除しないと床に髪の毛いっぱい落ちてるようになっちゃうの嫌になっちゃうよね。抜けんなって思うよね、髪の毛ね。なんで抜けんだろうね、髪の毛ってね。嫌になっちゃうよね。なんかトイレもさ、こうどんどん汚くなってくるじゃん。あれ嫌になっちゃうよね。あれは嫌になる。水のさ、水溜まってんじゃん。そこの、その水面のあたりこう黒くなってくんの、あれ嫌になっちゃうよね。あれは嫌になっちゃう。暖房をつけてると電気代めっちゃ高いのも嫌になっちゃうよね。びっくりした。今月さ、電気代見たら8000円とか取られててさ、まあエアコンで暖房ずっとつけてっからなんだけどさ、あれ嫌になっちゃうよね。なんで？なんで暖を取るだけでこんなにお金取られなきゃなんないの？嫌になっちゃうよね。これ嫌になっちゃうな。あとヒゲ生えてくるの嫌になっちゃうね。まあなんかもうもうもはや剃ってないけどね、もう最近はもう誰かに会う時しかもう剃ってないわ。もう嫌になっちゃうから、もう嫌になったってなるからね。あとね、なんかね、
うちの包丁のね切れ味めっちゃ悪いの、なんか最近すげえ悪いんだけど、なんか新しく買うのもなんか家に物増えの嫌だからさ、まあ、仕方なく今の包丁で切ってんだけどさ、これも嫌になっちゃうよね、うん、全然さお肉の筋が切れないのよ、嫌になっちゃうよね。あと最近YouTuber のセイキンさんのスタンプをなんか間違って買っちゃったんだけど、これも嫌になっちゃうね。なんかそのセイキンさんがねハンドスピナーを回してるスタンプがあるんだけど、これ本当にどう使えばいいのか分かんなくて嫌になっちゃうよね、うん、これは嫌になっちゃうね。あと手が乾燥してくんのも嫌になっちゃうね。なんでよね、あのさ四季のある国の生まれなんだからさ、我々さそこら辺もうちょっと適応してほしいよね。犬だってさ夏毛冬毛あってさね、冬モコモコになって夏はちょっとスッキリするじゃん。人間もちょっとこうね、冬は手潤ってくれよって思うよね。あれ嫌になっちゃうよね結構。あと近所のスーパー買い物行こうと思ってさ行くんだけど、エコバッグ持ってくの忘れちゃった時嫌になっちゃうよね。なんか辛いんだよねあれ。いや袋買えばいいんだけどさ、なんかなんか袋買ったら環境汚染してんのかな俺みたいな気持ちになるよね。あのねビニール袋ってさ、こう海にこう行くとウミガメがクラゲと間違えて食べちゃうんだって。でそれでこう呼吸困難とかなんとかでこう死んじゃったりするんだって、ウミガメが。そのこと考えると辛いよね。ね、ふつおた。山形県お住まいのラジオネームパクチャさん、いつも寝る前に聞かせていただいてます。私は短大で今年就職の年でした。私はやりたいこともなく就職先のイメージもつかずダラダラと学生生活を送っていたのですが、変なところで闘争心に火がつき、周りの友達の中で絶対に一番最初に内定をもらいたいと思い就職活動を早めに始めました。すると運よく2つ目の会社で無事内定をいただき、学会一早く就職先が決まりました。しかし実際インターン4月より前に入社し働くことに参加してみると自分の思い描いている働き方ではありませんでした。周りの方々はすごくいい方ばかりなのですが、何かが違うという違和感を抱えながらインターンに参加している状態です。しかも同期ほとんどが4年大学卒は優秀な子ばかりで、成績が数字で分かりやすく出る職業のため自分が劣っているのが目に見えてとても辛いです。上司の方々は大丈夫、これから成長していこうと言ってくださっているのですが、4月から本格的に働くのに今から違和感を抱えていたり、周りより劣っている自分の将来が本当に不安です。早く決めたいという理由で即決してしまった自分が悪いのですが、周りの環境が良ければ違和感なんてどうでもよくなるんでしょうか。これからずっとこの不安を一人で抱えているのが嫌で、いつも心の支えになっているガツケツさんのお便りに書いてしまいました。長々と書いてしまい申し訳ありません。読んでいただけたら嬉しいです。ね。嫌になっちゃうよね。嫌になっちゃうよ。ね。実際入社する前に、ここの会社違うんじゃねとか思うの。嫌になっちゃうよね。いや本当に嫌になっちゃうと思うこれは。まあでもあれよ、どこ入っても違和感は感じると思うんだよね。まあまあだし、しかも短大卒でしょ、めちゃめちゃ若いってことでしょ。あの第二新卒っていう就職の仕方もあるし、まあ1年働いてみて本当に違かったら第二新卒でっていうのでもいいんじゃない。
とか思っちゃうけどね。うん、もう僕なんてだってあれよ、1年浪人して1年留年して会社入って2年勤めて会社辞めて全然違うことしてっかんね。やばいっしょね。僕も働いてる時に、あーこれもうやんなっちゃうなと思って、やんなっちゃったからやめた。うん、あんまり不安に思わなくてもいいんじゃない。しかもね、ね、上司の方々がこれから成長していこうって言ってくれるいい人なわけでしょ。結局ね、あれよ、周りがいい人か否かだから、会社で働く上で一番大事なことって。うん、いい人ばっかりなんだったらきっと大丈夫だよね。はい、ということで、お便りありがとうございましたね。頑張ってね。はい、ということで、眠れるラジオこれぐらいにしときましょう。これでも眠れないよという方に関しましては、シャッフル睡眠法の動画というものがございます。こちら、300万再生以上されためちゃくちゃ眠れる動画ですので、よければ見てってください。めっちゃ寝れるよ。はい、そろそろ新しいの出そうと思ってるんですけどね、もう嫌になっちゃってるからね俺はね。ヒーリング音楽はこの後もしばらく続きますので、このまま寝落ちしていただく形でも大丈夫かなと思います。はい、それでは今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。やんなっちゃうよね。